教員の過酷な労働環境が問題となっている中、働き方改革を進めている仙台市立の小学校があります。中津川記者の報告です。教職について4年目の大内舞香教諭、仙台市立木町通り小学校に勤務しています。大内教諭は毎朝所定の勤務時間より1時間早く出勤します。今は何をされてるんですか？子どもたちの欠席、遅刻、早退の連絡、これで見れるようになってます。出勤したらまずは児童の出席確認、さらに授業の準備や他の教員との打ち合わせなどで忙しく、勤務時間通りに来ていたら間に合いません。教員たちの忙しさは何年も前から全国で問題となってきました。こちらは仙台市教育委員会が、教職員が勤務時間以外に校内にいる時間を調査した結果です。市教委の目標は360時間以内ですが、小学校ではおよそ450時間、中学校では690時間ほどと大きく超えています。こうした現状を踏まえ、市教委では働き方改革の指針を策定し、2年前から本格的に取り組んでいます。木町通り小学校で行われている教員の負担軽減策の一つが、同じ学年の教員が一緒に授業の方針を考えることです。1と6の段だけあればいいんですか？結局この始めと終わりって教科書の上に載ってるでしょ。これには意味があって、始めと終わり、序論と結論に要旨が来ることがほとんどだからっていうのを子どもたちに伝えて、若手の教員にとっては先輩からのアドバイスをもらうことで精神的にも余裕が生まれます。授業の進路がずれないとか、一緒に考えてより良いものにできるとか、結構助かってます。大内教諭が受け持つのは5年生のクラス。朝礼を終え、まもなく1時間目の理科の授業が始まりますが、理科の用意始めてくださいね。作文やん、これどこ？うわ、キュッキュー、あった、もっと気持ち悪いんです。教室に入ってきたのはもう一人の教諭です。理科の授業はこの教諭が担当します。この小学校では5年生と6年生の理科や外国語の授業は担任を持たない専科の教員が受け持つのです。児童たちは理科室に移動し、教室に残った大内教諭は宿題の採点を始めました。以前は放課後に行っていた作業だといいます。教科数やっぱ高学年多いので、それ以外の国語とか算数に私も時間たっぷり取れるので、あるとないでは全然違うなと思って。児童にとっても様々な教員と関わることのできる良い機会になっています。楽しいし、とってもいいです。他の先生のなんか個性が豊かでいいなと思っちゃう。また授業以外で教員の負担を減らす試みも行われています。こちらの女性はスクールサポートスタッフと呼ばれる仙台市の非常勤職員です。教員の代わりに教育委員会からの資料の確認や
給食費や教材費の会計などを行ってくれます。本当に朝早くから遅くまでいらっしゃって、で事務作業だったり研修だったり本当にたくさんの業務をされているので、微力ながらお手伝いさせていただいています。働き方改革を進めている島村信義校長、教員の負担を減らさなければ児童にも影響すると考えています。先生が疲れた顔をして毎日不安を抱えながら授業をしているようでは、やはり子どもたちの成長っていうのも大きな学びにしていくっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうには感じています。教員の働き方の問題に詳しい名古屋大学大学院の内田良教授は、教員の長時間労働を放置してきたことが教育全体の危機につながっていると指摘します。これまで教員の長時間労働の問題っていうのは労働者の問題だったわけです。ところが今や長時間労働のためにまあなり手不足が起きていて、この問題っていうのは決して教員の労働にとどまらない、学校教育全体の問題、子どもが不利益を受けている問題という観点から捉えるべきだというふうに思います。2番は、あやとりを例に出す。あ、いいじゃん。さまざまな改革で負担が減ったと感じている大内教諭。以前は午後7時過ぎまで校内に残っていることも多かったですが、今は5時半に帰れる日もあるといいます。それでも子どもたちと十分に接することができているかというと、そうも言えないと話します。教科担任制とかで本当に時間は取れるようになったんですけど、でもやっぱりまだ多いなって思うところは結構あります。先生じゃなくてもできるところを外部とかにお願いすると、教材研究とか子どもたちと向き合う時間にもちょっと取れるのかなとは思います。